今日はプレッシャーキングで豚汁を作っていきます。スーパーで材料を買ってきました。まずは材料を切っていきます。人参、大根、里芋、ごぼう、ネギ、油揚げとこんにゃくは湯通ししておきます。豚肉、油をまんべんなくお鍋に塗って下ごしらえのボタンを押して豚肉を入れていきます。下ごしらえのモードは3分だけなので、もっと炒めたい場合はキャンセルボタンを一度押してまた下ごしらえのボタンを押します。切った材料を入れます。こんにゃくと豆腐は手でちぎって入れることでより味が染みて美味しくなります。ここでアゴ出汁も入れていきます。味噌は大さじ6くらい。お湯であらかじめ溶かしておきます。溶かした味噌とお湯を入れていきます。水のままでも大丈夫ですが、お湯を入れることで鍋が温まる時間が短縮されて出来上がりが早くなります。すべての材料を入れたら蓋を閉めます。スープのボタンを押して時間を設定します。私は7分にしました。オンのマークが出たら設定完了です。バルブの向きも確認しておきます。加圧モードになりました。こんな感じにできました。見た目も匂いもとっても美味しそうです。食べてみた感想は、プレッシャーキングで豚汁ってどうなのかなと最初心配だったんですけれども、今までいろいろ作った中で多分1、2を争うくらい美味しくできました。プレキンで豚汁はおすすめです。皆さんもよければ作ってみてください。とっても美味しくできました。